Hey guys, we have a present for you. 皆様ご視聴いただきありがとうございます。こちらは名古屋駅です。名古屋駅こんなに立派なんですよね。本当にね、去年の12月に初めて名古屋に来た時に、名古屋のイメージが一新するぐらいこの建物を見た時に衝撃を受けました。で、逆サイドには今リニアの開業に合わせて再開発なども進められてはいるんですが、こちらには大名古屋ビルジング、そしてこちらの建物はプラダ、そして少し向こうのこのビルのこっち側にある変わった形の建物は、新宿にもコクーンタワーがあるんですが、同じく東京モード学園などの、建物でございます。改めていつもご視聴いただきありがとうございます。今日9月5日の月曜日、ただいまの時間は8時23分頃になっております。とうとう、おお危ない、またねちょっと後ろの段差に引っかかっちゃいました。とうとうこの日がやってまいりました。8月4日5日から使い始めましたこの青春18切符、5日間5回有効、5日というかこの連続乗車じゃなくてもう飛び飛びでいいんですけども、ついに最終日を迎えることになりました。この青春18切符を使う前、8月3日から4日にかけては、東京からサンライズに乗って岡山、そして新幹線から、今年のもう間もなく引退を迎える特急かもめに最後に乗ってきたりだとか、あとは僕が大好きな車両、ハイパーサルーンという特急に乗りまして、特急緑号に乗って、あとは九州横断特急 F 号に乗って、そのまま四国に向かったというところから始まったんですけども、途中1ヶ月ほど空きましたが、ついに今日が最終日でございます。こんな感じでアングル的には大名古屋ビルジングをバックに撮っているんですが、感慨深いものがございます。そして今日最終日は東京まで戻るんですが、お話ししましたようにここから富士まで、静岡県の富士までは東海道本線、そして富士から身延線に乗って甲府まで向かいまして、甲府からは東京に戻るといった工程になります。今日9月5日に撮影した動画も数回に分けてご紹介させていただきますが、まず最初この名古屋から、静岡まで、静岡富士までですね、行く間のその工程、こちらも何回か分けてになるかと思いますが、東海道線の様子というのもご紹介させていただきます。名古屋から富士までの東海道線での移動の様子については、都合3回の動画に分けてお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。では本編に戻ります。今はもう東海道新幹線が走っていますので、東京から名古屋まで、のぞみに乗れば1時間40分で来れる場所です。ただ在来線、東海道本線で名古屋まで来るとですね、多かった6時間ぐらいかかるのかな。新幹線の移動が当たり前になっている中で、本当に新幹線のありがたみというのを感じるには、在来線で移動してみるというのもよろしいんじゃないかなと思います。で、僕は今日変なルートで東京に戻るんですが、皆様もね、いつもいつもとは言いませんが、たまにね時間がある時などに、本当に昔の人はどういうふうな移動をされたのかとか、そういうふうに感じていただけたらなとも思っております。特にこの東海道線、非常に各駅停車、快速も走ってるんですが、特急は現在一部を除いて走ってはおりませんが、それなりにスピードが出る区間でもございます。できれば浜松から先で静岡地区に導入された元中央本線名古屋地区を走っておりましたセントラルライナーという、快速有料の列車に使っていた 313系8000番台というものが導入されました。今までは静岡地区はロングシート地獄だみたいなことを言われていたんですが、この春から、セントラルライナーという優等列車に使っていた転換クロスシートの豪華な車両が使用されております。こちらも運次第ということなので、少し時間に余裕を持って名古屋を出発いたします。14時7分発の富士からの甲府行きに間に合えば、それで間に合いますんでね、
まあ、そういったところもぜひ、セントラルライナーでに使っていた車両に、出会えるかどうかというところもご注目いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。一つ忘れていたことがございます。名古屋を立つ前にですね、名古屋の方には本当によくしていただいております。去年の12月に、まあ、初めてということに近いぐらいに名古屋で降りて、その後先月の7日かで、今回9月4日と、まあ、都合3回ね、短い時間の滞在ではございますが、例えば道を聞いたら、JR の係の方、そして警察の方、そして通りすがりの方にも大変親切にしていただきまして、名古屋の方には本当にね、いいイメージしかありません。もう名古屋本当に大好きな街の一つになりましたんで、また近いうちにお邪魔させていただこうと思っております。今度はゆっくりね、味噌カツでも食いながらそういうこともやりたいなと思っております。この後豊橋行きの電車に乗るんですが、ホームにきしめん屋さんがありますので、まあ、こちらで軽く朝でも食べて豊橋にまずは向かいます。エビ天と温玉が乗ってワンコイン500円です。名古屋で豊橋行きの電車を待っていたところ、結構な取れ高がございました。ついでに先ほど、また指がかぶっちゃいましたね。先ほど食べたきしめん非常に美味しくいただけました。で、今白鷺金沢行きを取っていたら、ちょうど逆に名古屋に着く白鷺もいたんです。どっちを取ろうか迷ったんですが、発車シーンの方がいいのかなと思って、メインとしては発車した白鷺の画像を使うように考えております。この後乗車するのが9時16分発の豊橋行きの新快速です。この後9時31分に快速電車の豊橋行きがありますが、関西では新快速と快速では雲泥の差があるんですけども、JR 東海の名古屋地区の新快速と快速は大した違いがございません。途中オーブという駅に止まるか止まらないかだけの違いです。オーブといえば元ジャイアンツでプレーされたミスターパーフェクト牧原さんですとか、あと元阪神タイガースのレッドスター赤星範弘さんの出身地ということでも、知られています。それと新快速と快速、若干この表記にも違いがございます。 JR 西日本の新快速はバックの色が青、そして快速がオレンジなんですが、 JR 東海は逆です。新快速がオレンジ色、そして快速がブルー、こんな感じなんですね。ちょうど 色がテレコになっています。あと英語表記も、 JR 西日本の新快速はスペシャルラピッドという表記なんですが、このように JR 東海はニューラピッドという表記になっております。ここが JR 西日本と、JR 東海の新快速、快速の、まあ、大まかな違いでございます。9時16分発の新快速豊橋行きは定刻通り名古屋を発車していきました。発車した後ホームが途切れた後に、右側の遠くに銀色の車体に青い帯の青波線の車両が止まっています。ちょうど今見えているのが青波線の車両です。この後少しの間、中央線の線路も青波線の線路、そして関西線の線路と少し遠いところに東海道新幹線の線路も一緒に走りますので、賑やかな景色になっています。もうすぐするとこの線路の群れから離れていく線路がありますが、
四日市や桑名方面に向かう先日も乗車した関西本線です。上を走っているのが東海道新幹線の線路です。新幹線の高架の向こうにビルが何棟か建っていますが、ここら辺周辺は旧笹島貨物駅を再開発した笹島ライブという地域で、さっきご紹介した青波線の駅もこの笹島ライブにはあります。名古屋市内でも大変重要な駅の一つ、金山に停車します。名鉄の電車は快速特急や特急など全ての電車がこの金山に停まりますが、 JR の電車は特別快速までの優等列車までが停車します。特急しなの号は金山は通過するようになっています。を通過いたしましたが、この後右側に少し不自然なスペースがありましたので調べてみたら、南方貨物線という貨物線が以前計画されていて、線路も引かれて途中まで工事が進められていたようなんですが、結局工事は中止となった後に線路は引き剥がされたという跡になっています。工事が進められた後、工事がストップしたのが1980年代の前半、その後に正式に工事が中止になったのが2002年の出来事だそうです。工事が中止になった後も1980年代までにすでに建設されていた設備、高架の橋脚などは未だ残っている部分があるようでして、なんとももったいないなと感じてしまいます。この先オーブまでは幻に終わった南方貨物線の跡地を見ながら走る区間が多くあります。もうすぐ名古屋市内最後の駅、南大高を通過いたします。駅を通過した後、巨大な構造物が見えてきますが、こちらが日本一の接続本数を誇る名古屋南ジャンクションとなっています。こういう巨大な構造物を見ると改めてさすが名古屋は車社会なんだなと感じてしまいます。さっきの南大高の駅あたりでは駅の敷地があったために目立たなかったんですが、またこのように線路の右側には先ほども少しご紹介した南方貨物線の用地の跡が目立ち始めてきています。こういった鉄道の用地として確保されていた場所を他の用途に使うというのは、この場所というかこの用地の形ですね、
鉄道用地というのは細長くこの距離が続いているような感じになっているので、他のことに使うというのが大変難しいそうです。ガードを越えたあたりにトヨタ関係の大きな建物があります。ここら辺周辺には何件かトヨタ関連の大きな建物があって、さすが世界的な大企業トヨタのお膝元なんだなと感じられます。もうすぐ快速は止まりますが、新快速、特別快速の通過駅、協和です。この名古屋地区の東海道線の快速、新快速、特別快速、さらには区間快速という列車があるんですが、停車パターンがかなりややこしいので、乗る前には必ず確認された方がよろしいかと思います。同じ新快速でもこの列車は三河宮という駅には止まりますが、次の新快速は三河宮には止まらなかったりとか、列車ごとに停車パターンが違うので、そういったところも注意が必要です。新快速は竹豊線との接続駅大府に停車いたします。大府には新快速までが停車するので、新快速よりも偉い特別快速は通過することになっています。今字幕でもご紹介いたしましたが、機種の竹豊さんと同じ字を書いて竹豊という町がこの先にあって、そこまでを結ぶのが竹豊線です。JR 東海の新快速も最高速度120キロで運転しています。さすがに JR 西の新快速の最高速度よりも少し足りませんが、それでもかなりの飛ばしっぷりを見せております。それと名古屋を発車する前に新快速と快速の停車駅の違いについてお話ししましたが、それに誤りがございました。オーブに止まるか止まらないかということでお話ししていたと思うんですが、その一つ手前の京和という駅を止まるか止まらないかが新快速と快速の違いです。京和に止まるのが快速、通過するのが新快速です。また JR 東海のこの区間、さらに新快速よりも偉い種別で特別快速というのがあります。特別快速は蒲郡の一つ向こうの三河宮という駅を通過いたします。新快速はその三河宮に止まります。新快速と特別快速の違いは、三河宮に止まるか止まらないか、止まるのが新快速、止まらないのが特別快速ということになっております。ちょっと間違いがございましたのでお詫びして訂正させていただきます。もうすぐ岡崎に止まります。
名鉄の特急だと岡崎じゃないですね、名古屋から豊橋まで1時間少々超える場合もあったりするんですが、この JR 東海の新快速は1時間以内で走ります。今乗っている新快速は53分で豊橋に着きます。左側の線路は名鉄の線路ですね。いや、名鉄じゃないわ、間違いだらけです、すいません。調べて字幕で説明させていただきます。さっきも少しお話ししましたが、 JR 西日本の新快速に比べると最高速度は120キロということで10キロほど遅いんですが、それでも120キロで走るというのは素晴らしい、このスピード感があります。 JR 東海の新快速も侮れません。これから先しばらくの間は一番前からの景色で JR 東海の新快速のスピード感をぜひお楽しみください。この付近の線路の形が非常によく、しばらくまっすぐ直線区間になっているので120キロという最高速度以上に体感スピードが感じられます。まっすぐに伸びた線路を120キロのスピードで走っていくというのは本当に鉄道マニアにとってはかっこいい列車に感じられます。使用された後しばらくの時間浜松からの運用というのがないみたいです。それと途中の静岡あたりでも運用がないのかなと思って確認したところ、この時間帯は上りの列車としては運行がないということでございました。信頼できるサイトだと思いますので、多分今回は乗車できなさそうです。また宿題として次回以降に取っていきます。
ってきていますが、あちらが蒲郡の協定場。これから通過する駅は JR の蒲郡協定場への最寄り駅三河塩津です。もともと隣を走っている名鉄には蒲郡協定場前という駅があったんですが、 JR 東海になった後にこの駅後から作られたそうです。次の蒲郡までは名鉄蒲郡線と並走いたします。こちらが結構知る人の知る蒲郡の協定所です。今線路が高架に上がってきましたので、もうすぐ蒲郡に到着します。ここから少し遠くに海が多少見える、そういう場所です。それと蒲郡には名鉄も来てるんですが、名古屋から豊橋に行く路線とは別系統でして、名古屋豊橋間でも名鉄と JR 多少走る場所が異なるので住み分けはしているそうです。中部国際空港はあの海の沖合にあります。向こうの一番端っこのホームが名鉄の乗り場です。名古屋豊橋間のダイレクトの移動というのは近年 JR の方が優位に立っているんですが、その他の区間というのはこの蒲郡から名古屋とか、そういう感じでもやっぱり JR の方が勝っているらしいんですけども、都市間輸送というかそれ以外の区間区間の輸送というのはそれなりにちゃんと住み分けができているそうです。それとこの車両313系の5000番台というタイプなんです。見た目313系でもいろんなタイプがあって、この間飯田線で乗ったのも313系で、クロスシート、あのボックス車があったやつは3000番台です。で基本転換クロスシートが313系多いんですが、ちょうどドアの横、ここも進行方向に向いて倒すことができるんですね。ただドアのところの椅子というのが足のところがね結構狭かったりするので、それと窓が真横にありませんからあまり人気がありません。新快速は三河宮に止まりますが、新快速よりも偉い種別の特別快速はこの駅を通過します。補足での説明にはなるんですが、この三河宮、新快速すべてが止まるわけではなく、快速や新快速の半数は通過するようです。高田駅も含めて列車により停車駅の違いに注意が必要です。今遠くに渥美半島と三河湾が見えていますが、あの沖合に中部国際空港セントレアがあったりいたします。また大きめの観覧車も見えてきていますが、ラグーナテンボスというレジャー施設の観覧車だそうで、あの付近一帯にはちょっとしたレジャースポットがあるようです。今まで何度かこの区間というのも乗車してるんですが、正直名古屋から豊橋までの間の景色というのはそんなに綺麗な場所は多くはないんですが、その中でも蒲郡周辺の渥美半島と三河湾が見えるそういう付近というのはかなり綺麗な場所にもなっているので、この付近は寝ない方がいいんじゃないかと思います。
前には東京に帰れるんですけど、まあ、青春18なんで山梨県でのんびりと帰ります。次に通過する駅は豊橋までの最後の通過駅、豊川市にあります西小堺です。西小堺を過ぎると先日乗車した飯田線の線路が見えてきます。飯田線の動画では線路の位置関係などを詳しくご紹介できませんでしたので、今回は東海道線新快速の一番前の景色から東海道線と飯田線の線路の位置関係などをご覧いただければなと思いますので、またしばらく終点豊橋までは一番前からの景色をお楽しみください。東海道線富士までの移動第1回はこの豊橋までのご紹介とさせていただきます。
次回は豊橋から先浜松までをお送りいたします。次回の動画もぜひお楽しみください。ありがとうございました。当チャンネルでは月額490円でメンバーシップを開設しております。現在メンバーシップの収益については当チャンネルの運営活動費に使わせていただいておりますが、今後メンバーズ様が増えたら何らかの特典なども考えておりますので、ぜひメンバーシップにご加入いただければ幸いです。ありがとうございました。